ですね、まあ、リフォームの前にリフォームの記録をどうやってするのかというところでですね、はい、まあ、これ、まあ、パソコンはこれからセッティングするんですけど、とりあえず、まあ、Amazon で買ったパソコンがあるのと、あと SSD に、Windows 8.1 のレノボ G500 を、まあ、一応 Windows 10にしてみて、起動するかまだ使えるのかっていうのと、まあ、とにかくいろいろやるんですけど、メインは、まあ、このラビエ、ラビエ NEC の PCGD298ZZAL、 まあ、これはですね、なんか元々スペックとかこのコアだって、インテルのコアっていう、なんかよくわかんないけど、そこら辺の相性が悪いらしいで、入ってるアプリがなんかバッティングを起こしてるんだよね、そもそもね。なのでそこがちょっと、なんかそもそものスペックとしてはバランスが悪いから、たびたび問題あったんだけども、まあ、とうとう Windows のなんかプログラミングが買ってから1年以内に3回壊れるって、3回インストールし直すっていうことになってたから、でもそれでもまたね、サポートが切れてからまたなったから、 Windows のね、あの障害なのかは分かんないけど、まあ最大ちょっと SSD を入れ替える前に、あの屋根をペンキした動画とかが入っているわけで、それを取り出すのに、まあちょっとやってみますか。で、今繋いで電源入れてさ、スイッチを入れてないんだけど、なんか立ち上がったね、 NEC って出た。あ、これでどれくらいで立ち上がるのか。はい、まあこうなりますわな。お、さてどうなることやら。うん、でこれで自動修復でこれ、あのループしちゃうんですよ。でパソコン修理専門店に出しに行ったんですよね。だいたい3000円ぐらい払ったかな、あの診断費用で。でその診断してもらった結果がですね、なんとどこにもマザーボードも異常ないし、どこにも異常がないっていう風に出ちゃったんですよね。なので逆にこっちとしてもお手上げだし、あの SSD を入れ替えて、あの、まあ、これを頑張って使うかどうかっていうのを検討したとしても、この、ラビエのこのモデルはコアの世代が古いらしくて、あんまりおすすめはしないっていう風に言われましたね。うん、やっぱりこの自動修復がどうせできないので、まあここでなんとか粘っていきたいと思います。はい、どうも、しまいずです。今回はですね、あのブルースクリーンに関しての動画になります。で、一応これ動画をあの編集して上げてる順番としては、もう撮影した順番そのまんまですね。ある程度動画貯めてから編集しようと思ってたんですよ。ある程度あのカーポートも完成したし、あのウッドデッキも完成したしで、でじゃあ編集するぜってなった時にこのブルースクリーンですよね。でちなみにこのブルースクリーンっていうのはもう京都のお茶摘みのバイトに行く前に現れてたんですよね。でまあ帰ったらなんとか進んべーって出て行ったんですけど、帰ってくるまでにもう完璧に忘れてましたね。というわけでですね、あ、そういやそうだったなっていう感じで、なんか勝手に一人でこう、なんだろう、自滅っていうか、まあなんだろう、ショックですよね。あ、そういや忘れてたなっていうことで、まあ直さなくちゃいけないっていうので、まあ現実にまた戻された感じですね。何言ってんだかちょっと分からんですね。まあいろいろヤフー知恵とか教えた上で聞いた結果ですね、まあハードディスクの、まあ、中のものを取り出したいので、まずそれを取り出してからになると思います。でそれで自分でインストール、 Windows 11インストールしてから、いう、なんだろう、っていう風に、なんだろう、 SSD をまあなんだろう、新しく買ってインストールするっていうのでできるとは言われましたね。それでできなかったら、まあ、クズ徹夜行きですね。はい、まあ何回やってもですね、やっぱりこうなりますね。自動修復できず、でまあデバイスの使用、デバイスがないし、トラブルシューティングも全部試してますね。Windows 10にしてもまあダメで、
まあなので手っ取り早くですね、ハードディスク取り出します。はい、まあ一応開けて出してみましょう。まあ、初めてやる作業だから、まあ、相変わらず修復できてないので、まあとっととハードディスク出しましょうか。一応後でセッティングをしてからにしますね。はい、まあこんなアングルだな。はい、まあ、一応これラビエ NEC ラビエの TC GD298Z2BB3ALA5ZZN ですね、のハードディスク、これねシステム障害で死んじゃったので、ハードディスクのね中身だけを取り出していこうと思います。ちょっとね、あっといいアングルが悪いな。はい、直んないで、これ何年でこれできます。でまずケースのカバー外すんで、この2つ、まあこれがですねカタッとあるんですけど、まあこっちにもね入るかな、はい、これ2つです。これ外していきます。まあこれ本来ねアングルが気に入らないですね。でこれ引くとこうパカッと取れるんで、これ当てていきましょう。はい、でこれハードディスク、これになりますね。でこれなんかね動画で探してもないんですよ。でまずこれをですねパカッと上に上げるとこれ取れるんですよ。これがね、まずこれ取ります。でこれに分かりづらいんですけど、ここになんか押すところがあるんですよね。であと分かりづらいんですけど、ここにもまあ押すところがあるんですよ。これですね。いやなんでまあこれを押して引っ張るとなんかこれカチャッと動くんですよね。でこれ取れるんで、まあこれ持ち上げの、でそうするとですね、ここにですね端子があるんで2つ、まあこれが、あ1個取れたね、よっ、はい取れました。結構取り外すのめんどくさいんですね。はい、でこれでですね、まあ大体ここに端子があるんで、ここにつながってる端子がありました。でもなんかねここに刺さってる端子がないんだよね。なのでまあこれで終わりです。であとはこの星型のネジなんですよ。これがめんどくさいから、ちょっと星型の、ね、ドライバーを取っていきますね。これがですねハードディスクです。はい、そしたらこれを出していきましょう。だいたいこの星型ネジってネジの頭潰すのが怖いっすよね。ちょっと舐めさすと、あのドライバーの星型のやつの方が潰れるっていうか、折れちゃってどんどん回せなくなってくるんですよね。はい、思いのほか簡単でしたね。デスクトップの方が楽っすね。このパソは絶対俺壊しますね。スマホとかも分解はしましたけど、あのねスマホだとあれをぶった切る Wi-Fi のあの黒い線あるんですよね。あれが必ず変なところに通ってて、あの液晶剥がすときに無理くりフンとか滑らすと、その滑った勢いでぶっちぎるっていうのがあるんですよ、 Wi-Fi の線。あれが怖いですね。
外れないぞ。もしかしてこれ、これを外すの、サイズ違うんじゃないかい。いや、めんどくせえな。違う気がする。ハードディスクが、違う気がするんだけどな。いやでもこれ、ちょっとどれだ、ここら辺か。ゴムがネジにかかってて面倒くせえな。むしろこれと、これがハードディスク単体なのかな。ちょっとこれで多分ハードディスクを今分解してかかっちゃってるよね。はい、ちょっとこれでやってみますわ。はい、ですね、まあ交換のところまではちょっと尺が足りなくて入りきんなかったんで、また次の動画でやります。ではでは。